こんにちは、エルです。早速、今日の症例報告をやっていきたいと思います。今日の参考文献です。50代女性の症例報告です。診断に至るまでのポイントです。病歴としては、5年前に四肢から始まり、体幹にも有痛性の皮疹が出現し、4年前より間欠的な腹部腺痛が出現しました。1年前より腹痛が悪化し、CT では小腸の炎症を示唆する所見がありました。また、腹痛の悪化時には、皮疹も悪化し、右半身の異常感覚も伴っていました。診断的腹腔鏡で、肝臓、腹膜、腸管にも、皮膚と同様の病変を認めました。精査のため、照会受診となりました。診察所見としては、白色不整な睡眠内の球疹が、顔面と頸部以外に多発しており、球疹の変炎は、境界明瞭な広範でした。皮膚生検で、角化を伴う対戦用皮膚炎、血管周囲のリンパ球浸潤、神秘のムチンの増加を認めました。以上より、悪性萎縮性球浸症、レゴスピオと診断された症例です。悪性萎縮性球浸症についてです。悪性萎縮性球浸症、レゴスピオは、小型から中型の血管障害を引き起こす原因不明の疾患で、典型的には2から15ミリ台の高球疹が数週間かけて出現、拡大し、最終的には周囲に毛細血管拡張等を残して中央が白色症に萎縮します。皮膚病変は体幹と四肢に限局し、顔面や頭皮には出現しないことが特徴的です。皮膚以外に消化管、中枢神経、心臓、肺、目など、多臓器が障害される可能性があります。消化管病変では腹痛、中枢神経病変では異常感覚、頭痛、偏麻痺、脳卒中、転換等を認めます。診断に特異的な所見はなく、臨床所見及び病理所見から判断されます。病理所見としては、対戦用変化、神秘のムチンの増加、血管周囲のリンパ球浸潤が特徴的な所見です。皮膚症状以外で、皮膚科以外を最初に受診する可能性もあるため、一度特徴的な皮疹を見ておくべき疾患かもしれません。本日は以上になります。